ルーマニアの国章では、ルーマニアの歴代政府が制定した紋章を一覧にする。1989年12月のルーマニア革命によって成立した新生ルーマニアは、1992年9月24日に国章を共産時代のものから王国時代のものに近いデザインに改めた。この国章では、青い盾に金の和紙が描かれ、 さらにその和紙がご分割された青と赤の盾を抱くという異常になっている。2016年2月15日にルーマニア上院において同年6月8日にルーマニア下院において王国時代もルーマニアの歴史の一部であるということを示すために国章に王冠を復活させる法案が可決された。これにより和紙の頭に王冠を付け加えた新しい国章に変更されたが、 法案には君主制の復活を自動的に意味するものではないことも同時に記載されている。2018年12月31日までは移行期間としてこれまでの国章を使用することができる。http www アクティベニズロースティリーポリティクコミュバターウヌイホルスカム新たでファクトスティーマロマニー a。 sa マダファケイトインエンブレマシギリアルタリーマイナス -135038http www. アガープリスローポリティカ2016-06-08カメラプロイクトゥールキアマダファカスティーマタリーアダプテッド -14 から58から 54http www. ザイヤールディシーロースティリー とアテインスティトーシャル・シュタット・シャルウェイ・ユーンボイ、デスタンプイル・ノイ・スティーマ・ロマニエース・キムバタマイナス -133900HTML。ありがとうございます。